はい、こんにちは、ゲーム菩薩こと飯田勝利です。ゲームは1日100時間これをモットーにやっております。ひょんなことからですね、毎晩、福山さんを応援するキャスをやっております。キャスを始めてですね、ある日突然福山さんがこれから行きますというふうに言われて、何の段取りもなかったのでびっくりしていたんですが、その時が初めて福山さんとお話をさせてもらったわけなんですけれども、キャスの冒頭福山さんにお声掛けするまで30分ぐらいあったと思うんですが、じーっと私たちの話を聞いてくれてたんですね。でこれ聞いている姿というのは非常に良かったですね。弁護士をされているということもあって、いろんな人の悩みを聞くということを日々されているんだと思うんですけれども、話を聞いてもらえる、そういう市長さんこそが、必要ではないかというふうに思ってます。これが福山さんを、ぜひ市長になってほしいと思う理由です。投票に行くのはもちろんだけど、一歩近寄ってみて、例えばチラシを受け取ったら今度渡す側に回ってみるとかっていうことで、一つなんというか、選挙に対するスタンスというのは変わっていって、世界のことが世界の見え方が変わると、これが大事な体験だと思いますので、ぜひですね、何らかの形で、一歩前に出てみたら良いかと思います。